アビス教団、人類を目の敵にす、少しもう手がかりをつかめたのかい。さすが顔のひ、そういえばさ、風神ばどう説明したらいいかな。人々の言う属性を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務、神の責務を果たすことで。君たちが王のいない神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボってコホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。いいんだか。七国と七神の話はさておき、今回調べたアビスの魔術師の痕跡、そいつを取り逃してはいけない。の魔術師を倒した後、このエネルギーは僕、君は風流、モンドのみんなは今のトワリンはその廃墟をすモンドの周りを封鎖する暴風のように。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、その引力はヒルチャールの合衆、それでも暴風の障壁を突破して、つまりトワリンに正面から挑むのか。僕は異論ないが、戦いをかい、いや、選択肢がない以上私がその、もしトワリンの討伐、大丈夫、まだその段階までは行ってな。ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が、そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。人間にだって人間の本気がある。さ、よし、英雄の詩編もいよいよ決戦のショーだ。
もしかして迷惑かけちゃったかな。任せて。今は普通のライヤーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまで。敵襲だ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど、しかしどういう風流廃墟の周りにヒルチャールの巣などなかったはずだ。みんなを守るからね。
ヒルチャール、ここにいたらアビス教団が裏で手を回したんだろ。僕たちじゃさす、今回の観客は風だけだし。本当に進めるようになった。ここからが本当の風流派。みんな